すんなり入れたな。ダンジョンへの侵入を妨害していた幻惑は取り払われたでいいのか。むしろ我々はレディオに招待された。見えすいた罠だと考えるのが自然だな。そのイエローレディオってやつの幻惑の力はどれくらいのものなんだ。このエール王にも確かに原始の魔法とか視覚的なデバフ効果はいくつかあるんだが、フィールドに効果をもたらす特殊能力なんて正直聞いたことがない。確かに奴の技の効果範囲が広がっている気がするな。もしやあの力で強化している。あの力？ああ、これはブレインバーストでは禁忌であるが、キッドたちには言わねばなるまい。真意インカーネイトシステムについてな。真意？我々はそのシステムを用い強力な技を使う。それはいわゆる機能として認められたシステムではなく、ブレインバーストの中でバーストリンカーが独自に編み出した技の使い方と言ってもいい。システム外スキルってやつか。ああ、その通りだ。具体的には自称の上書き、オーバーライド。バーストリンカーが強いイメージを想像することでそれに近いことが発現される。自称の上書き、思いの強さが力になるってこと？そりゃ大したもんだな。未来の接続端末はそんなに進化してるのか。でもよ、システム外スキルなら霧の字だって使えるんじゃねえのか。ああ、スキルコネクトか。あれは反応速度と反復行動による技術的な代物と思われがちだが、確かに一番大事なのはイメージだからな。重心の乗せ方や角度の調整、些細なことを意識するだけでもバーチャル世界の結末は変えていける。イエローレディオには幻惑の力を新技で強化したものがある。そして奴の幻惑で最も恐ろしいのは、相手の心の隙間をついて揺さぶりをかけてくること。なあ、木の王が仮に偽物だった場合、それでもその新技は使えるのか。少なくとも私の偽物は同等の技を使ってきてたな。新技を使える素体をそのままコピーしてれば難なく使えるということだな。プレイヤーの信念により成立するのが本来の新意システム。あんな怪物じみた連中に使われるのは忌々しい話だが。このイラつく高笑いはイエローレディオ。のこのこと現れてくれましたね、赤の王、そして黒の王。早く私の元にやってこないと、あなたの大事なお仲間のバーストポイントが全損してしまいますよ。貴様、チオ！木の王、許さない。バーストポイントの仕様が変わっていることを知らないようだな。奴はおそらく。てめえ、どこに嫌がる！さっさと姿を現しやがれ！赤の王、あなたもよくよくバカですね。姿を見せるわけないじゃないですか。いいからさっさと来てくださいね。ただ最初にお断りしておきますが、あなたたちが予想しているようにこれは罠です。勇猛と無謀、慎重と臆病さを見極めながらいらっしゃってくださいね。なんだ？キリトさん、残り時間が表示されています。言い忘れましたが、このダンジョンは時間制限付きです。入り口でもたもたされても退屈ですからね。時間内に王の間を目指していただきますよ。無様に慌てる姿を存分に見せてくださいね。では
また後ほど。皆さんが生きていればの話ですが。どこまでも姑息なやつめ。みんな行くぞ。王の間を目指すんだ。さあおいでなさい。薄気味悪い笑い声だ。強く極まりない。Oh, jetzt müssen wir auch noch die Kammer suchen. 10 Minuten. Stimmt eh wieder die letzte Kammer. Und hier ist der Kamerawinkel echt fragwürdig.素晴らしい。おい、イエローレディオ、てめえは本物か、それとも偽物なのか。はあ、何を言っているのですか、赤の王。全く意味が分かりませんね。これで決めてやる。おや、また正解を引いたんですか。運のいい人たちですね。イエローレディオ、ライムベルは無事なんだろうな。Das kann ich, was ich hier tue. Alles Glück. Da muss ich wohl hin. Kammer ist zu. Na egal, scheint ja trotzdem zu funktionieren. とはいえ素晴らしい。ライムベル、待ってて、必ず助ける。王たちを連れてこいとは言いましたが、ちょっと人数が多すぎやしませんか。あなたにはどのマークに見えお待ちかねの罰ゲームですよ。まだまだいけるわ。
めでとうございます。どうやら仕掛けに気づいたようですね。クロウ、ファイル、ライムベルって子はどうして狙われたんだ？ベルは戦闘向きじゃないというか、後方支援型なのでファイルより拘束しやすかったのです。フィルンティファーム、少しグローなラインです。ベルには少し特殊な能力があって、その力を強要Gib mir jetzt noch. Er ist grün. Ah, welcher fehlt mir denn jetzt noch? Der ganz am Anfang nochmal, ne? Rot ist der. Okay. Bisschen spät gemerkt, ne? Aber naja, immer bin ich auch drauf geguckt. Rumfliegen hier. Tempo, Tempo, schneller. レディオも姿が見えないとなると、やつめここへ逃げ込んだか。皆さん行きましょう。待て、やつのことだ。ベルを人質に取るはずだ。そうだな、少し作戦を立てよう。あ、キリト、私にちょっとアイディアがあるんだ。私にも一案あるわ。フィリア、シノ、よし聞かせてくれ。あ、oh. mehr Information wäre nicht schlecht gewesen. Ah, egal, gehen wir erstmal rein. Dann sehen wir ja, was passiert.Verwesungswald Stage.植林ステージ、なんかいかにもって名前ね。うん、あの辺毒の沼かしら。ご名答、迂闊に近寄らないこと。あの黄色いピエロニャ、うってつけの場所だな。とっとと探し出して沼の底に沈めてやる。ラスクリフ。Okay. Da kann es ja nicht sein. Können ruhig mal Soundeffekte mehr sein.よくぞたどり着きました。ライムベル、クロウ、ファイル、ベル、今助けるからね。
生きがるのはいいですが、一体どうやって助け出すというんです？こうしてライムベルの首元に私の刃が突きつけられているのが見えないんですかね。クロ、もう少し我慢だ。それでは交渉といきましょう。この娘の命が惜しくば、黒と赤でお互いに殺し合いをしてください。この世界でやられてしまったら一体どうなるか誰も分かっていないわけですからね。それをここで確かめてみましょうよ。そもそもお前自身が手を下さないとレベル10の条件は満たされないぜ。ええ、だからお二人の HP が1割になったところで私も参戦させてもらいますよ。バトルロイヤルしようじゃありませんか。ローネ、どうするのですか。やるしかないな。ここは奴に従おう。この状況でてめえと決着つけるのは本意じゃねえが、人質を見殺しにできるほど落ちたくはねえからな。行くぜ、ロータス。来い、スカーレットレイン。し、はあ、なるほど、食らいやがれ。し、こんな時なのに僕は見ているだけなのか。できることはないのか。マスターすみません。二人とも焦るな、もうすぐだ。いいものですね、こうして王同士の戦いを眺めるというのは。しかし赤の王の弾幕による煙が邪魔して時折視界を遮るのはイラつきますね。これではここぞというタイミングを逃してしまう。視界がぼやけて。なんです、これは。王たちが消え、今です、パドさん。ケイ、どこから矢が。え、これってサンクス、フィリア、シリカ、そしてシノン、無事にベルの救出には成功。貴様ら、さてこれからが本番だな。そうだな、アスナ、すまん、回復を頼む。ケイ、任せて。なんてね。貴様たちごとき人質などなくとも倒せるんだ。Oh, God. Du bleibst blind zu mir rum. Oh, Gott. Ruhe.Der Appel, Mann. Shinigami.
技を使うつもりだ。この雰囲気、本物じゃねえの。はあ、そうだ。Boah, erledigt. ジージェ、いいファイトだった。フィリアとシリカ、シノーもお疲れ。いいえ、ピナが頑張ってくれたおかげです。体が小さくて目立ちにくいシリカにしかあの吸収はできなかったわよね。小さいは余計です。フィリアもスプリガンならではの幻惑魔法なかなかだったぜ。ありがとう。まさか敵さんも自分と同じような技をかけられるとは思わなかったみたいだね。私もだいぶ距離があったから狙い撃ちできるか不安だったけど、うまくいってよかったわ。いい狙撃だったぞ、シノ。あ、なるほどな。最近やってるとか言ってた FPS でスナイパーっぽい立ち回りしてるんだろう。だからあんな距離からやってみるって提案したのか。あんたそうやって人のこと詮索しまくるのやめなさいって。シノーさん FPS やるんですね。この時代のやつ僕もやったことあるかもしれません。さすがに20年以上も前のはやらないんじゃない。こいつレトロゲーのそういうジャンルを集めるのが好きなんだぜ。へえ、そうなのね。さて、ラベルのはこれくらいにして。キリト、お前ら、いいか。今、私らが戦った木の王は、ぶっちゃけ偽物だ。うむ。やっぱり、そうですか。言ってることや思考は本人にかなり近いが、どこか形式ばってた。簡単に言うと、情報圧を感じなかったわけだ。情報圧？そうですね。ニコ独特の表現なんですけど、簡単に言うと仮想世界におけるプレイヤーが持つ気合とか陶器とかオーラとか、そんな感じのやつです。なるほど、いい表現だな。 VRMMO らしいし、しっくりくるぜ。チーユ、そのアバターになったんだね。かわいいよ。かわいい。やめてよ、ハル。なんだと。ハルユキ君、今何と言った。これはそのちゃうんです。おめえらな、私が大事な話をしてんのによ。ニコちゃんごめん。あのさ、もう少し私にも分かるように説明してもらっていいかな。ああ、そうだな。リーダー、恒例の解説頼んだぜ。分かった。ああ、別にニコがしてくれてもいいんだぞ。そういえば今回も手に入れたな、このオーブ。ああ、今度はクリプトコズミックサーカスか。赤のオーブに続いて黄色のオーブか。このまま7色揃っちまったりしてな。そうだな、純色のオーブとでも呼んでおこうか。赤のオーブは赤の王ニコの偽物から
木のオーブは木の王の偽物からドロップしたんだよな。ええ、今後も王のゴーストデータからオーブがドロップすると考えるのが自然ですね。その王ってのはどれくらいいるんだ？7人だ。鮮やかな色彩のデュエルアバターを持つことから殉職の七王と呼ばれている。なるほどな。ということはオーブを使う祭壇もそれだけ存在しているってことですよね。ですね。今ゲットしたオーブを使える場所も探さないと。ああ、ひとまずここから出よう。祭壇探しはそれからだ。Und noch ein Gruppenmitglied. Ja, jetzt müssen wir den Tempel suchen. Da waren wir schon mal. Weiß ich noch, wo das war? Finden wir schon.